ナス D の大冒険 YouTube 版、一人ぼっちの無人島で2泊3日ゼロ円生活。いろいろついてる。すごい。行ってきます。すごい。無人島ゼロ円生活。一人ぼっちの無人島ゼロ円生活。行ってきます。ちょっとひとっ走り行こうぜ。大物狙いの釣り師たちにとって憧れの場所となっております。この辺り高級で珍しい4種類の魚揃えて取って食べきったら終わりです。あそこにおるよ、面白そうだ。うわーすごいな、湾が綺麗ですね。かっこいい無人島佐賀島でございます。この瞬間がたまらない。さあ、上陸しますか。さあ、到着しました。一人ぼっち到着しましたよ。こちら、自撮り棒を使って撮影しております。この着いた港の岸壁にですね、カメラ手がピッチリついております。もうこれで浮いることはないですよ、僕は。全身カメラだらけ、一人で上陸。他にスタッフはなし、完全に一人ぼっちの無人島生活を行うのだ。こっからスタートします。台風で一部崩れたところあると聞いておりましたが、ゆっくりしましょう。実は一度私来たことがありまして、ここ本当は道がありましたね。ここ崩れちゃいましたね、ちょっと崖みたいになってる。ゆっくりゆっくり、まっすぐ進んでいきます。なんか細い道になってる。とは言ってもいけない場所ではございません。ゆっくり行きましょう。右側ドカンと岩が切り立っております。足元崖ですね。なんかヒマラヤに似てるな。わあ、道完全に落ちてる。この間の台風で道が落ちたって言ってたんで、ここの一部補足帯の道路が落ちたんですね。台風で落ちたんですね、これが。崖なんで。あそこを探索してくる。いつも知らなかったですけど、すごいな。崖だらけの島。崖みたいな島。チアトローネの。いいです。いきます。ここのね、崖だけちょっと危ないんですね。こんな崖なんです。一応結構ね、急なんですかね。ちょっと危ないです。この辺はもう危ない。ゆっくり落ちないように。危ない危ない。危ない危ない。危ない危ない危ない。かなり行く。慎重なんです。意外とね、怪我しない人ってめちゃくちゃ臆病なんですよ。自分も臆病なんですよね。すごいめちゃくちゃなことしてるように見えますけど、めちゃくちゃ遅いんです。わあ、鳥がいっぱい飛んでる。いつがりと、うわあ、鳥の死体。カツオドリだ。かわいそうに。寿命なのか、飛びつかれたのか、食べ物がなかったのか。すごい。こんな感じの島だ。綺麗ですね。素晴らしい。ここに行ってみるかい。ああ、綺麗だな。すごい。海の中にポツンと一人。で、早めに拠点を探しましょう。大自然の中で一人ぼっち。この何者にも代え難い時間にナス D は高ぶっていた。おお、鳥の島だ。上まで行くとなんか拠点になりそうな場所がいっぱい現れます。すごい、草が生い茂ってきた。やばい、生きてる。
やばい、生きてます。こうみんなと撮影してるとこんなこと恥ずかしくてできないんですけど、一人なんで、この無人島一人なんで、自分で自撮りして撮影していきます。うわあ、すごい鳥が綺麗だな。ほらほら、うわあ、すごい頭上鳥が待っております。ボカーン、幸せだな。ボカーン、幸せだな。ここから道がないです。今回の家作りのテーマ、木と大地の恵みの家を作りますので、ちょっと安全策で早めに拠点を探しましょう。ポイントはこういうちっちゃい木の下に家を建てたいですね。風をしのげるように、こういう木の下に空間があるところ、2畳分ぐらいでいいです。この空間が空いている場所にしようと思います。家を作ろうと思ってます。やりそうですね。おお、拠点となりそうな場所があります。ここから中入っていってみましょう。こっちには何があるかな。わりかしまっすぐな土地がこの辺りありそうですね。あ、ここいいんじゃないですかね。土地もまっすぐで平らだし、これ条件いいですね。あ、カタツムリ落ちてますね。このカタツムリがいる場所の土はいい土と言われてます。粘土質の。今回木と大地をテーマにして家を作っていきたいと思っております。ここサイボス、コベソス、こんな条件いい場所があると。粘土を作ってちゃんとした家を作ろうと思ってますので、時間かかりますんで、簡易の寝床を今からここにパパッと作って、しっかりとした家を作っていこうと思っております。ここを防衛する。木が生えてました。ツワブキ、いきなり食料ゲットで、このようにこっちが簡単に開けました。一方、別の無人島で待ついつもの撮影スタッフは、でも今回、前回めっちゃ楽だよ ね。めっちゃ楽でしょ。そうです。ほら、追いがけですね。これ仕事ですかね。仕事、これが仕事です。待つのが仕事。僕携帯も繋がるんですね。そうですよね。かかってくる心配もない。なんか終わったら勝手にフレームに戻ってくるらしい。そうですか。だからそれまで僕らただ待機なの。ここにいればいい。ここにいればいい。たまにはこういう生活いいですよね。そうですね。こういうなんかなんていうんですか、ゆっくりゆっくりできる。自然派ですね。アウトドア。まあアウトドア、ね。アウトドア。これが俺らのアウトドアです。一番最初の2017はあれですもんね。ずっと雨。あんなん嫌だ。あれはもうあれは嫌だ。二度とやりたくない。まあ、まあ全然寝てましたけど、あれね、ほんまブラック企業さ。あんなありえないですよ。確かに、ね、あれでも実際、はい、ちょっと甲斐さんが言ってたらしいですよ、はい、なんて友達さんに、はい、あんな無茶なことさせたらあかんよって聞きましたよ。俺らの V 見て、俺らをボッタボタに押し付けたじゃん。押してましたね。あれ見て友達さんちょっとなんか言われたっていうのは聞きました。あんなことさせたらあかん、さしたらあかんって鮫島の思い出あります。2018年鮫島もう長いっていう。長い、確かにね。不安ねん。いや、延長料金もらったのはもう申し訳ないし、ありがたいですよ。そうですね、ありがたいですよ。もうすっごい嬉しいんですけど、もう不安ねんって話もある、ね、ここだけの話。長かった。13か10、そうそうそう。食べていいですか。ちょっと伸びるんですか。早ないですか。もう燃えてます。いや、臭いのままですか。いけますか、うん、ちょっと降ってきましたけど、早速簡易の家作ってまいろうと思っております。オランダのシートにですね、紐同じの高さの木にくりつけます。これでも家完成です。で、下に食材の木ありますから、木も料理してまいりますんで、これ十分過ごせますから。そしてですね、潜っちゃうと初日から体力消耗しますんでね、今回ですね、釣りにも挑戦しますから、5秒だけ休憩したら次の工程にまいります。5秒だけ寝ます。わー、気持ちいい。おやすみなさい。おはようございます。とりあえずは簡易のテントです。シートにこの糸を通して石で押さえただけでございます。雨風しのぐテントを作ると。この完成した家の下がもう食材だっていうね。一応今回も現場でビフォーアフターナレーションやっておきましょうか。史上最高の無人島へとやってきた匠、素早く拠点となる場所を決め、草を刈り、早速家作りを開始かと思われましたが、
わずか1分。まあなんていうことでしょう。これは緊急用の携帯テント。999円、税込み1098円、重さは 245g。 丈夫なアルミ蒸着フィルムなので繰り返し使用できて経済的。保温防風効果に優れており、夏は裏返して使うと日差しを反射するため涼しく過ごせます。ただ小枝や岩などで本当にすぐ破れてしまうので大切に使いましょう。と商品紹介のようなナレーションになってしまいましたが、家づくりを行っている間の緊急用としては十分です。この生活楽しみすぎて、前回2017年やった時は21ページやりたいことをノートに書いてきて、で今回ですね2冊になりました。楽しみすぎて今回やりたいことが2冊になっちゃいました。設計図を書いてまいりました。木と大地の恵みの家、無人島レゴハウスの設計図でございます。このちっちゃめのブロックを作って、そこに粘土を詰めていってレゴみたいにはめていくという、子供たちのおもちゃレゴハウスみたいな夢のある無人島、木と大地の恵みの家でございます。レゴで一つ豆知識、レゴはですね、もともと農家向けの企業だったんですね。1916年、レゴの創業者オーレ・キアク・クリスチャン、デンマークに木工場を開設いたしました。当時は農業に向け家や家具の製作をしておりましたが、1924年、火事によってその木工所が焼失しちゃったんですね。再起を目指したんですけれども、1929年の世界恐慌により経営状態は倒産寸前まで追い込まれるのでございます。その後余った木材で木のおもちゃを試しに作って販売したところ、売れ行きが良くおもちゃメーカーへと転身いたします。そして1934年、デンマーク語でよく遊べという意味のライゴットを縮めたレゴに社名を変更しました。そこからあのレゴというおもちゃが出来上がっていって全世界に広がっておりますね。イギリスのサリー州で350万個のレゴブロックを使って建てられた家があります。イギリスのトップギアという番組がございましたの企画でですね、制作には2000人のボランティアが招集されて、およそ6週間にわたって数千個のレゴブロックの塊を作って組み上げていったといいます。3歳児の握力でも外せるというレゴですが、実際に完成したレゴハウスは85キロの成人男性を支えられるほどのものが仕上がったといいます。しかしですね、このレゴハウス完成したのも束の間、土地の所有者がブドウの収穫時期が近いということで土地の返却を求めてきました。レゴハウスの移送はですね、コストの関係でかなわず、建物の買い取りを SNS で呼びかけるも手を挙げる者は現れず、結局そのレゴハウスは完全に解体されて元の小さなパーツのレゴに戻って、350万個あったんですがチャリティー団体に寄付されたということでございます。この無人島で木と土をテーマに家を作ろうと思っております。まずこの島の土、大地をいただこうと思っております。まず土の選び方としましては、カタツムリの死骸が多い土が粘土質と言われておりますので、カタツムリの死骸がある場所を探しております。このいい土だ、いい家が建ちそうだ。あ、かなり粘土質ですね。粘土質の土です。もうこうやって握れば粘土っぽくなるんです。みんなに今回一人でやってくれた無人島生活、最初寂しくなるかなと思ったら全然気楽なもんです。土をこのバケツいっぱい取るシーンで、なんとですね皆さん、私今見ましたら38分20秒喋っております。一人の方がよく喋るっていう。もう土の匂いが好きなんですよ。あー、いい匂い、いい匂いです。東京にいると土の匂いって本当に嗅がないんで、僕多分このままずっと喋り続けますね、一人で。まさしく休日やね。土掘りの土ホリデーです。土掘ってだけになっちゃってるんで、土はどうやってできるのかというのを情報を少し入れておきましょう。土はですね、岩が太陽や風雨など自然の力によって長い年月をかけて細かく削られていきます。そこにバクテリアが住み着いたり苔が生えていきます。次に動物や植物の死骸が分解され、有機物と腐食物がたまり、その後水や空気の働きによって鉱物と有機物の混合物ができます。これが土壌、つまり土と言われるものになります。一人で情報を読んでて寂しくないのって思われると思うんですけど、全然寂しくないです。楽しいっす、最高っす。おお、倒れるな、やっぱ一人でやってると。絶対グッチバーグに一人でやりきる。一人だって撮影できるんだぞ、こんな映像撮れるんだぞっていうのを見せます。今僕この無人島に一人しかいませんので、無人島で一人ぼっちで生活しております。おー、
もう興奮してきちゃってテンション上がっちゃって一人かって思うとこの大地と自分一人なんですよこの島の中これが本当の無人島生活でございますで続いてはですね取ってきた砂から不純物を取り除いていきます不純物こういう木の小枝だったりとか根っこがあるとそこだけ焼いた時に空洞ができたり爆発したりするのできれいに取り除いていきます石とか入ってますか土だけにしますあダンゴムシもいたダンゴムシも逃がしましょう中に空洞が開いちゃうんでダンゴムシ型のこの土をどんどん粘土に近づけていきますもうちょっとこう置いたところが手の形に粘土になる何も考えずにこう一心不乱できるから楽しいですよ、ね、粘土作りこの島の粘土を作っていってます他の島じゃ作れない粘土ですねノンストップで休みなく働き続ける最高粘土無人島の小屋職人って呼ばれよ無人島で小屋を作るって言えばナスディって言われるんですなる代名詞みたいな日本で一番詳しいんです無人島の小屋作り中に入っている砂利は沈むんでこれで一晩ぐらい寝かせます粘土で使える部分だけを抽出しますいいですねいいですよこれさらに今回はこんなことをこの一人ぼっち無人島ゼロの生活中ですねお料理ランキングボードなるものを作りまして味がどのくらい美味しかったかって100点満点で順位付け1位からですねっていうことになっておりますそうすると料理の味が伝わりやすいってこととをもし真似したい方がいたら全部が全部やっぱり美味しいわけじゃないので料理ランキングのものを真似してもらえばなと思いますよし今日はここで釣り磯釣りっすねあ魚いるこう行ってみようでっかいな結構魚うーんさっぱりしこのもんでいいか餌はこのもん人物を使います2つになって1つの辺につけておりますよし今日はですね竹の森と竹の竿で十分ですコーネットっていう懐かしのリールを使ってます覚えてますかね今昔300円ぐらいで使ったリールですねコーネット ST10RA を使っております竹で作った竿ですかドラクエのコンボみたいな武器コンボみたいな地面にこうコツンコツンと当てて餌を見せてあげないと食いついてこないあ来てる感じがするついてるでもこれはもう小物ばっかりですちっちゃいベラとか箱袋がよく売ってたのでまあ餌はですねいくらでもあるので好きなだけを食べなさい今日はですね食べ放題ですそのうちにこの餌に釣られて大物が寄ってくると思いますのでそれを待ちましょうじっとその時を待ちましょうこの釣りが面白いな竹よく釣ったカーブゆっくりやろう昼間から釣りしてそれから贅沢を、贅沢ね。するとそこに匂いに釣られたウツボが登場あったあでもこの引きはウツボっぽいなウツボっぽいですねウツボだと餌を加えたまま岩場に逃げていって仕掛けを切っちゃうんですよねこの引きは潜っていくな仕掛けを切られなければいいんですけどねうわ引き強いですねやっぱりウツボ特有のグーッと沈んでいく引きですねおお取れた取れたうわすごいなんだろう水なる群れか潮が流れてこっちに入ってきてすごいいっぱい入ってきた陣笠の巻きをしよう陣笠ちょっと内臓の使って匂い出しますからね今潮が当て潮になりましたこういうふうに潮が流れると釣りやすい時間になります当て潮の場合は沖から潮が入ってきてぶつかってる壁があるのでそこに巻き絵を仕掛けても吸い込まれていくので奥から仕掛けを入れて手前に寄ってくる感じですその泡のところに来たら仕掛けに馴染むのでそこがポイントですポイントがはっきりしているから釣りやすいです今がチャンスです釣っていきましょうすごいねいっぱいいるな下に結構いるな下魚来たな今早速来た今あ来た早速ヒット記念すべき1匹目に釣り上げた魚は久住ですサイズ的には手のひらサイズぐらいねでも綺麗でしょうんこタレだったりババタレなんて言われますからね何回言ってんだってこの番組あ今回はちなみに今回も
築地のベテラン仲買人斉藤さんに取ったお魚の金額査定を依頼。後日 VTR を見て東京での市場価格をつけていただく。あくまで東京での価格です。でもね、イスズミっていう魚自体僕はまあ仕入れ、まあ、ほとんど仕入れたことないから、値段的にはちょっとね。ましてやうんこたれババタレじゃねえ。うんこたれババタレっつったらね、誰も食べたくなくなるよね。これじゃやっぱりね、これは0円だね。0円です。うん、ゲットしたお魚1匹目はスズメ、お相撲さん、ササヨ、マットなど地方によっていろんな呼び名があるんです。ちょっと磯臭さはありますが美味しいお魚です。あ、来たな、来ましたね。カメラを体につけ撮影もしながら竿とは別の手で網を使いすくい上げた。あ、無事なんだ、やった。そうだ、ナイスです。あ、目が真っ青で綺麗、はい、こんな青かったっけな、めちゃ。なんかもうファンスみたいな目の青さだな。エラの内側にあるこの部分はカッターのように鋭いので触るときは気をつけてください。そして鮮度を保つためにこのこめかみのあたりですね、なるべくすぐに締めてエラを切って血抜きをしましょう。これで微生物の繁殖を抑えられます。血が抜けるとこのようにエラが白くなります。血抜きがきっちりできたっていう証拠です。これをしておくだけでですね、すごく美味しくお魚を食べれますので、必ずやり方を覚えておきましょう。あ、いい方ですね、でもね、このミジナだったら。血抜きも上手だね。うまい。あ、血抜きはうまいわ。魚になっても大丈夫だ、この人はね。神経のこう、ピリッとくるところをこう、刺して、うん、身を膠着してるからね。鮮度が落ちないしね。うん、身のこう締まりが全然違うよね。魚屋でもこれだけ普通だったらこう頭半分は上からこう切っちゃうとか、そういうここまで頭のこう 中の神経抜くっていうのはなかなかいないですよ。普通の魚屋さんもそうはやらないよ。まずビーはうまい。ビジナはね、我々もたまには売ったりします。ただ関東とやっぱ関西とで違うから、関西の方は結構需要があるんですよ。関東はそんな需要がないから、そんな特別高い魚ではないですね。これだったらでも結構手のひらサイズよりちょっと大きいんで、1500円から2000円ぐらいしますよ、これだったらね。売れますよ。ゲットしたお魚、2匹目はメジナです。冬のメジナはカングレとも呼ばれる。その味は高級魚に引けを取らないと言います。身がふわっとして美味しいですよ。来たかな？お、来た。ナイスです。あ、グルクンだ。正式名称は高砂と呼ばれています。沖縄の県魚で暖かい海の海岸海域に生息します。生きている時は青緑色をしています。水揚げされて死んだ時や釣り上げられて興奮している時に赤みがかった体色に変わる特徴を持っています。このグルクン小さい時に一回釣られたんです。口が少し変形してます。釣った後ちょっと立ってる感じです。グルクンやコバなどの青物は首をポキンと折って血抜きをしてもいいです。首折れといえば屋久島の首折れサバが有名ですよね。冷蔵庫も氷もない明治時代に鮮度の早いサバを刺身で食べるために編み出した技術なんですけど、屋久島一層の港の漁師さんが考案したと言われています。グルクンだ、沖縄のお魚だね。これこそね、グルクンね。ストレスには来ないじゃないですか、グルクンも。これだけの需要もないし、お料理屋さんとかいうのは直接沖縄から取ってるんじゃないですかね。ほとんど市場でもグルクンなんて見たことないですよ。いくら値段つけたらいいんでしょう。まあでも値段つけるとしたら100円、150円がいいとこでしょうね、俺なんかは。首折れサバと同じ締め方してるんで、一回こう神経抜いて首をクッと折ってね、よく知ってるね、あれはナスティアね。釣りもやるし潜りもやるし、魚も自分で取って食べるんでしょ、ね。ということでゲットしたお魚3匹目はグルクンでした。沖縄県では唐揚げにして食べるのが定番で、かまぼこの原料にもなっています。素揚げも美味しいですよ。ありゃ、
界隈でございます。刺身や血合いが少ない美しい濃厚な美質が特徴でございます。適度に脂が乗り旨味があって美味しいです。焼いても身が硬くならないので主焼きに向いております。貝割り自体は聞くけど扱ったことないな。島味みたいなもんだねこれね。扱ったことない。でも扱うとしたらこれ島味と同じような魚だから結構あの値段はいい値段で売れそうですよね。うん、同じように売れるんじゃないかな。やっぱ3、4千ぐらいで売れるんじゃないかな。この大きさならもっと大きかったら5千ぐらいしますよこれ多分、うん、それぐらいで売る自信ありますよ。うん、もう大体俺らも分かるもんだって。何ですか？あの見た目でお魚の美味しい美味しくないとか、これ刺身したらうまいねとかね、大体分かりますよある程度。4匹目は南洋貝貝。アジの仲間なので塩焼きの他にもフライやお味噌汁といろんな料理で美味しく食べられます。もうお腹減ってきました。このさ面白いな。ちょこちょこやってみよう。竹で釣ったさ面白いから。この島の竹で作った竿にこの島で取った餌でどんどんヒットさせるナス D。 本日5匹目はメジナ。こちらもすぐに生き締め。さあ査定金額は。結構大きいねメジナも。さっきより大きいね。さっきのちょっと小さくても1500円ぐらい。うん、これだったら2000円、2500円ぐらいで売れますよ、メジナはね。うん、ナスティはね、魚の食べ方とか料理の方法をね、どうやって食べたらいいのかなっていうのをよく知ってますよね、多分。うん、見たら大体わかります。その魚の締め方でわかりますよ。こうやって締めるんだねって自分でわかってる。うん、そうしたら鮮度も保てるねっていう、わかってますよ。餌を地面に落としまして、こう上下にやってないと気づきませんので、コツンコツンと当てるやり方ですけど、あと魚気づきますから。来た。体力温存のために行った釣りだが、夕食には十分な超過だ。でも一般的にはメジナってね、あの本当西の西の方に行くと本当高級魚なんですよね。ただ関東の方ではちょっと馴染みがないかな、うん、釣ったお魚かなみたいなね、そんな感じで。やっぱりこれでもこれだって1500円はそこらで売れますよね。さっきよりちょっと小さいからね、やっぱり1500円ぐらいですね。うん、本日は合計6匹の魚を釣り上げました。竹の竿にしてはまあ上出来でしょう。死ぬ気はしておりますが、早くさばいた方が臭みがなくて美味しいので、これ拠点に戻ってやると場所が汚れるので、海水も近くなってかなり楽なので、港で3枚におろして帰ります。拠点での夕食作りがかなり楽になります。魚を美味しいのはうまい。素人の人で魚以外でこれだけ丁寧におろす人はなかなかいないね。うん、上手。あの包丁の入れ方とか、その魚にその骨に沿って、ね、こう入れていくその角度とか、そういうのがうまい。綺麗だもん、やり方が。料理人だよね、料理人みたいな。我々なんかもっと大雑把ですよ。逆に魚でスカウトしたいぐらい。逆にプレディーとはテンポよくことが進みますか。今回動力ってすぐ続いたんです。一人ぼっちの無人島ゼロ円生活、一人で無人島生活してるじゃないですか。自分のタイミング、自分のスケジューリングで生活してくれるんですよ。いつもよりスムーズなんですよ。いつもより倍ぐらいのスピードでことが進みます。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。で、ちなみにですね、今回じゃーん、ポータブル電源非常に進化しております。で、容量はですね 220Wh で、スマホなら21回、扇風機なら6時間、32型液晶テレビなら2時間、電気毛布ならなんと6時間も使用できます。カメラの充電、最低限の照明などもですね、このポータブル電源でやってまいろうと思っております。太陽光で光をもらってですね、このポータブル電源で地球に優しい電力です。今回太陽光を集めるのがソーラーパネルでございます。ずっと蓄電しておりました。いろんなところで太陽発電、ソーラーパネルっていうのは使われてますよね。草垣島の灯台もソーラーパネルで動いております。ちなみにソーラーパネルの豆知識、
やっときましょう。日本で初めて太陽光発電を使ったのは電卓でございます。1976年シャープ製の EL8026 という電卓が世界で初めて太陽光発電を使った製品ではないかと言われております。価格は当時の価格で 24,800 円とかなり高額機種でございました。洋服です。アメリカのファッションブランドトミー・フィルガーから太陽電池付きのソーラーパネルジャケットが登場しました。あと傘ですね。4枚羽を展開し傘の上に乗せて発電できるソーラーパネルがございます。そこからコードをつなぎスマホなどを充電できます。9480円で販売されております。なので今回はですね、なんと秘密兵器としてソーラーパネル持ってまいりました。ちょっと漂流物でいいものを見つけたんで竹があった。これで格子サンを作ろうと思うんですけど、うわシャンプーあった。朝シャンできるかな。入ってない。クッション朝シャンできるかと思ったのに。だから粘土の材料を作ってるんで、あとはこの酸に粘土を貼り付けていくだけで家の壁ができますので、酸作り放題ですね。ここから格子を作っていきます。小窓をいっぱい作ってそこに今日作っていた粘土を貼り付けていって壁を作ります。よし、ナタナタと麻縄で格子を組んでいきます。こんな感じの格子状の細い竹を何本も作っていきます。もうすぐできるんで、こんなでもサイズは決めた通りの長さに合わせて小窓を作って編んでいきます。ここにできた粘土をくっつけていくという作業でございます。うん、楽しいっすよこれ。この無人島生活勝ったも同然です。もらった。そしてこの1個できた惚れ惚れとするようなこの3を何度も見てしまいます。15年ぐらい前に作った無人島生活の一番自分がやりたかったことをやっている今、猛烈に生きてる今、15年してやってやりたかった形に近づいてきてる。自分が作った設計図がこうやって今自分の手で形になっていく。この家の作りなんですけど、レゴの家みたいにちっちゃい家作って大きくしていくっていうのは、お台場にレゴランドってあるんですけど、そのレゴランドを行ったんですよ。もうめちゃめちゃ幼児に混じって遊んでたんです。これその時にふと、あれこれ家にできんじゃねって思ったんですよ。面白いですよね。こうやってできる前はただのボロボロの竹なんですけど、一個一個は大したことないんですけど、組み合わせていくと綺麗に格子状になって、作ってるとどん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 製品に変わっていくんですよね。出来上がり美しい。機能的で実用的で、そして見た目もいいっていう、かなりイケてる家になると思います。夜一人だからなんか話し相手もいないし、余計作業進むの手が止まんない。あ、倒れたカメラ。うわ空映った、綺麗。竹が倒れて空映った、綺麗。腹減ったんで飯にしますわ。腹減ったんで飯にしますわ。腹減ったんで飯にしますわって20回ぐらい言ってたんです。誰もいないんでいい放題なんです。腹減ったんで飯にします。通常ならもう恥ずかしくて何回言ってんのってなるじゃないですか。言えるんです。腹減ったんで飯にしますわ。今ちょっと噛みましたけど、それも全然誰も聞いてないんで言えるんですよ。腹減ったんで飯にしますわ。漁行って魚取って飯にしますわ。すごい銃を満喫します。3枚に下ろしてきたので調理は簡単です。南洋貝割のお酢を引いてまいります。あまり聞かない名前ですけど、かなり美味しいお魚です。薄めに切って刺身でいただきます。記念すべき一人ぼっちの無人島ゼロ円生活、一品目は南洋貝割のお刺身、完成です。続いては今日メジナ高級魚ですね。こちらも薄皮を引いてまいります。とっても美味しいお魚です。厚めに切ってまいります。簡単にお刺身にはしません。もう一手間加えてまいります。醤油、酒、みりん、最後にごまを合わせたら、先ほど分厚く切ったメジナを入れてすぐ食べません。タレとよく絡めてしばらく漬け込んでおきます。ごま入れてうまそうだ。漬けにして俺も食べてみたいわ、それだったら。本日の2品目はメジナの琉球漬け、完成です。お酒のあてなんかにもバッチリです。続いても京都たメジナ、塩コショウを振ってオリーブオイルでニンニクを炒めます。香りがついたら取り出します。これはもう置いといても大丈夫です。
先ほど塩コショウを振っておいたメジナ、こちらは皮付きのまま皮目から焼いていきます。メジナは皮と身の間の脂が濃厚で美味しいので皮ごといただきます。ただしこちらのメジナの皮は分厚くて硬いんです。その食感はゴムっぽくてブニブニしているので皮目をこんがりパリッと焼き上げるのがポイントです。この食感がたまらないという人もいて、すでに美味しそうですがもう一手間加えてまいります。ここにバターと塩コショウを加えて軽く焼いていきます。コクと旨味が出ますが、バターは多く入れると美味しいんですけどとても焦げやすいんです。最後にレモン汁を加えます。バターと相性抜群ですが、すぐに火を止めないとかなり酸っぱくなります。これが本日の3品目、油の乗ったメジナを使ったメジナのガーリックバター焼き。フライパンに残った旨味たっぷりのソースを回しかければ完成です。まだまだ料理は終わりません。切り込みを入れたメジナとグルクンに塩をたっぷり振ります。豪快に炭火で丸ごと焼いてまいります。どっちもとっても美味しいお魚です。特にグルクンは淡白なのに旨味が深くて大好きです。ここはシンプルに炭火焼きをします。ちょっと遠火でじっくり焼いていきましょう。遠赤外線の力でお魚の旨味が引き立ちます。さあ完成しました、メジナの塩焼きとグルクンの塩焼きでございます。料理が完成いたしました。メジナの琉球漬け、メジナのガーリックソテー焼きにグルクンとメジナの塩焼きでございます。そしてですね、南洋貝割れの刺身、メジナの塩焼きいただきます。うわ、早っ。料理食べてて初めて言いました、早い。脳への伝達が早い、味の脳への伝達がすごく早かった。もう口に入れた瞬間にこれ美味しいぞって。正月に食べるタイの塩焼き、あれのすごい柔らかい身のバージョンです。味の濃さっていうかパンチはないんですけど、粉雪みたいなふわっとした食感が美味しい。続いてグルクンの塩焼きいきましょう。いただきます。あ、早美味しさが脳に伝わるのが別角度できました。味全然違う、メジナと臭み全くなくて柔らかくて癖もなくて。グルクンって唐揚げのイメージありますけど、塩焼きもめちゃくちゃ美味しいです。僕は好きだな。グルクンの塩焼きとメジナの塩焼き、ご覧の皆さんどっちが美味しいんだと思いますよね。メジナが数段美味しいです。食感が完全にメジナの方がふわーっと柔らかいんですよね。グルクンはちょっと淡白で身が硬いんですよ。メジナも淡白なんですけど、めちゃくちゃ上品なこの透明感、メジナのガーリックソテーをいただきます。いただきます。うわっ、すごいやん。こんだけコテコテの中に入っても私はここにいますってちゃんと主張してるんですよ。南洋貝割れのお刺身いただきます。うわうわ、え、脂乗ってますよね。こうやって醤油をちょっと弾く感じがあるんで脂乗ってます。え、あれ、うわ美味しい。身がねちゃっとしてるんですよ。僕はハマチかなと思うんですけどね。もちもちってこう身がプリッピリッとした食感です。メジナの琉球漬けでございます。醤油とみりんとお酒に使っております。いただきます。なるほど、一番美味しそうなこのメジナの琉球漬け残してたんですよ。メジナが先ほど言いましたようにすごい透明感あるって例えたじゃないですか。悪い方に染まっちゃった。これ東京出て真っ黒に、もう味が濃ゆすぎて米欲しくなりますね。メジナが醤油に染まって悪い方向にぶれたな。え、知ってました？気づいてました？みんな今素通りされそうになったので言っときます。関東ではメジナ、関西ではグレなんですよ。清純なメジナが醤油に使って悪い方向にグレたって言ってるんです。ねずっちですね、やつですよこれ。ごちそうさまでした。食べ終わりましたよ。一人でこんだけ食べましたから、いやー美味しかった。さあ初日の料理が終わりまして、今回私ですね、お料理ランキングボード、これ毎日つけていきますから。今日4品作りましたんで4つランキングします。得点もつけていこう。琉球漬けはね、味付けが辛すぎる、60点で。皆さん見てですね、参考にしてほしいので、ちょっと渋めかもしれませんが、南洋貝の刺身ちょっと61点でどうでしょう。メジナのガーリックバター焼き、うまかったけどな、65点。メジナとグルクンの塩焼き、こちらですね63点でどうでしょう。そんなもんやと思う。
お料理ランキングボード、今日はですね、1位メジナのガーリックバター焼きでございます。65点です。おめでとうございます。2位がですね、メジナとグルクンの塩焼き、63点でございます。第3位がですね、南洋貝割りの刺身ですね、61点でございます。そして第4位がですね、琉球漬け、60点となっております。残念。どんどんやっていきましょう。毎日これランキングボード出していきますんで。でこれの1位がですね、おすすめ料理となります。この無人島来てみて、やっぱり本当の無人島って感じがしますよね。この灯台が回ってますね、ぐるぐる。この辺本当にポツンとある島なんで、こういう灯台がすごい重要なんですね。この草垣島はですね、鹿児島の港から出て 10% ぐらいしかこの島に渡れないイメージがあります。なので私みたいに戻れなくてもいいよっていう人じゃないと来れない。1日目終わりまして、今日の僕の肌感覚ですけど、今回も延長するのかってします。したいです。園長、もうすでにこの島に入って数時間で無人島で園長したいです。この空気をもっと吸っていたい、この大地をもっと感じていたい、この景色をもっと目に焼き付けたい。なので園長します。2泊3日で終わるなんてありえないです。飽きる。園長だ、園長だ、園長だ。さあ今日も寝ましょう。明日を楽しみに寝ようと思っております。この簡易のテントのおかげで、すごいリッチな気持ちで寝れます。すべて順調、絶好調です。わーしゃーせ。ここはもう十分寝る、十分寝る。退屈！くそ、無駄に投げ！ナス D、一人ぼっちの無人島で2泊3日0円生活。一体この先、どうなるのか？次回もご視聴お願いいたします。